た一枚の写真、それはきっと今必要としているヒントの一つで、けどバラバラのままじゃ気づけなかった。世界中にばらまかれたそのピースを片っ端からかき集めて、どんな姿見せてくれる歴史的建造物も一瞬で吹き飛ばし散らばった、一つ一つに意味を持たし、何世紀か先にそれらを道しるべとして何を答えとできする、どこかで聞いた物悲しい曲、それはきっと今自分を重ねた取り行く後で、けどただただその時は涙止まらなかった。世界中に溢れ返った名曲を片っ端から聞き漁って、どんな想いが眠ってる。歴史的人たちも一緒で紙一重、この例え話何一つ意味なんてない。何世紀か先の未来がヒントを起こしても、誰がその答え僕の中にだけあるそのピースを。